品川区は夏休み期間中に子どもの食の支援をするため、区内の小中学生を対象にお米の配布を始めました。品川区によりますと、学校給食がない夏休み期間中、子どもたちが食事を十分に取れず、栄養不足に陥る場合があるということです。この対策として品川区では、今朝から児童センターで区内の小中学生に1人当たり2キロのお米の配布を始め、親子連れや夏休み期間中の児童などが訪れました。いや、助かります、正直。うちはちょっと子どもが4人いるので、夏休みに入ると3食作らなければいけないので、その都度ご飯足りなくなってしまうので、月10キロ買ってる状態なのですごく助かります。お米の配布の事前予約数は想定の2倍となるおよそ1万件に上り、品川区の森沢区長は反響の大きさを感じたということです。想定よりもですね、多くの方にお申し込みをいただいておりまして、やはり先ほどもお話がありましたけれども、やはり夏休み期間中の子どもの食の支援というのは非常に大事だということを、改めて私もこの現場を見てですね、実感をした次第であります。品川区では今後、今回の食の支援について分析し、来年度以降につなげていきたいということです。